えーっと、くぼみ。なんかちょっとヒビが入ったんやな。なんか、このヒビの入り方もなんか三等分したような感じでなんか違和感があるっていうか。えー、っと、シュキ。セブン。あ、こっち入れるんだと、なんか、怪しげな感じの入り口があって。入れんのじゃ。 わあこれはかわいそうに真のおまぎはここへ逃げ込んだのかしらこっちは開かないうん小野鬼はなぜここに来たのかとここかとりあえずヒントはここにあるっぽいな。 サキブを聞こえてきたよもろに先ぼよ聞こえてきたよ <laughs> もう調べるところが多すぎてさあどっか行こうかってなね。でいざ調べていこうとしたらそんなに調べるものがなかったここ10日間で被検体の脱走未遂が3回も起こっていますパスワードが漏れていることはお伝えしたはずですよどうして忠告を聞き入れてくださらなかったのですかパスワードを変更されないのであれば せめて地下からの脱走を防ぐセキュリティを用意してください盗み出されないように一目では鍵だと湧かない見た目にするのはどうでしょう例えば石板をはめると隠し扉がなんてさすがにふざけすぎでしょうかえっ、ー、とですね隠し扉をやるとは言いねぐらレバーをすぐ隣につけるその方がふざけてますけどねこれはえなんかあんの お姉ちゃん監視カメラこれは監視カメラの映像あや。やばい、やばい、やばい。やばい、やばい、やばい。やばい、やばい。仮面ライダー、やばい。メルの寿司。 地下室の改装工事が完了いたしましたセキュリティの関係上入り口からは一方通行となっておりますのでご注意くださいなお鍵えー、と扉は鍵ではなく三分割された石板を三分割のされた石板さっきのところなん,かなんか不自然に三分割に日々履いてるなと思ったらそういうことだったんじゃを所定の場所に置くことで開くようになっております 厳重なセキュリティが必ずしも無骨である必要はありませんデザイン性と安全性の両立をご自身のみでお,お確かめください鍵が3つあるってことか石板の鍵がぐちゃぐちゃ出てる何の音誰かいるのいました進まん方がいいよ はーい見つかったこれ見つかりましたはーい見つかりました俺が逃げなあかんやつあーあー俺が逃げなあかんやつシフトキーにボタンをあ乗るシフトキーに乗った状態で逃げるタンスどこにあったっけタンスどこにあったっけあれもう会てこないのかよ感情な人なあ,あおるなでもまだおるな 移動にパターンがあるパターンのやつかこいつ。目線には入ってい、追いかけてくる的な。目線には入らんかったらいける感じか。おそらく。え、ピッピッピって。え、ピッピッピッ。足音じゃなくてピッ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 って足音だよ。<laughs>

ピッ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 こっちも見てみようあああなんかあるわメールの写しあこれさっき読んだわ読んだなピッ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 よっしゃかしたらなんか入り口あるああこういう繋がり方しとんじゃお前なるほど ここは何かあるんかな変態層か <laughs>。その見た目の方がさえとるっていう、なんとも皮肉な。おメモ帳的な。成功完治これは幼い頃のお姉ちゃんどうしてそれに成功って成功なんか、渋滞、渋滞渋滞めんな。え 渋滞、渋滞っていうんかなかなりの重傷を負っとったんやけど、なんか手術的なことで助かったみたいだ。死亡。死亡。死亡。人体実験か人体実験して、お姉ちゃんだけ唯一成功しましたみたいな感じかってことはあれえなんか若干さ、お姉ちゃんラスボス説が、 苦情してきとんやけどお姉ちゃん連れ去られたんやけどあれって連れ去られたっていうよりかはさ運ばれ運んでもらってたみたいな感じに思えて思い始めてきたよまずこっち1個目クリアってことになるかな1個目クリアったってえ 残りどっちの方面にここにはとりあえずはめておきましょうみたいな感じにもできるかなはまったよあああ何なになにもうなんかはいおおそこ開くんじゃまあとりあえず第一段階かいいかなんか聞こえてますねよしいいぞあ監視カメラ見てみる 見てみるってどこにあったっけ <laughs> どうやったっけ監視カメラ。場所がわからんようになった。<laughs> あ,あ、ここここ。お姉ちゃんが早く助け出さないと。見ない。見れると思うのに見ない。まずこれ。おどこの日記。2002年6月21日。あの子の容態はおかしい。 私はあの症状を見たことがあるもしあれがアルドビア出血熱ならあの子はもう泣いておったで数々の実験を重ねついにあれが完成するあれには世界を変える力がある世界を変える力兵器を作ろうとしてるのかな兵器を作ろうとしてる実体実験鍵かかってる あのキス、えぇ、ー、おのぉ、かまって最初言う序盤の方、かまって言い続けたけど、おのごめんなさい、かま鬼っていつから言い始めたからちょっと、結構ゲームの序盤でかま鬼っなんだ何一方通行、アクセラレーター少女漫画、ここに住んでいた少女もきっと私と同じ普通の女の子だったのね。 とかキラリとか <noise> この親方にも以前は普通の家庭があったのかしら <noise> うんごうおおなんか通ったわ <noise> 来ちゃった やばい奴が入っていったのに来ちゃった。うーん何が落ちてきたん世界のために祈る。希望捨てるな。はーい。はい、先生。よっしゃ、セーブ。いいね。えーっと、こっちは間取れずなんの愛子が触らないように、柱時計は西倉庫に移動しておく。柱時計 西倉庫。あるね、西倉庫。ここ食堂か。それっぽいな、確かに。子供部屋から入ってきたと考えたら、やっぱそういうこと。家いいも手に入ったんじゃないの西倉庫。ここを出てまっすぐ行ってところに、それが、その、んやっっけ柱時計があるんじゃ。柱時計ね。それはなんか重要アイテムっぽいわ。 他に調べるもんはないなあ一番重要なもん開かないハチわハチの鍵とかありそうやな根もってでかいハチに追いかけられそうやなうわでもあのー、<laughs> 動き出しそうですね あっ、鍵かかってんのか。神よ許してまえ、宗教の話だ。えーっと、ここか。VR じゃ。VR 空間が。えーっと。あれ隙間が空いてるなんかはめ込んだら、ドゥ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 って開くんじゃないの剥製メモ。鹿は4歳。 設定あるの。剥 <laughs> 製に設定あるんだよ、これ。傷一つない立派なやつのが実に素晴らしい。目には特殊の宝石をはめ込んだ。きっと、父ちあんにもこの美しい赤は出せなかっただろう。んくも、どくろ、は何かあるよね。何かある雲ってきて、ドどくろ、はち。わかりませんね。 えっと、な、何の名があって言おったっけあ、鹿ね。鹿の剥製、これか。あい。わあ、宝石が見つかったら、ここにはめこんだから、ここ開きますよ、みたいな感じよ。そんな、とましい、そう言っているような気がする。探そう。えー、っと。わ、部屋が多すぎて覚えれんのやけど。ここがどんな部屋だったかとか覚えれんのやけど。キリスト、オランダ。 ハッチハチの鍵がどっかにあるだろうああ見つけちゃった見つけちゃったわーいわい。なんでこんな BGM 流れてきたなんでこんな曲流れてきたかなハチの鍵来たよ。あると思っとったらやっぱりあったわ。意味ないでしょ。怖いわ。切っちゃおう。 日記最近あの人が家に見知らぬ子を連れてくるこそこそとあの人の部屋を向かい私の知らないうちに帰っている誰なのか問い詰めると遠い親戚の子だと言うけどそんなことってあるかしらあるかしら <laughs> 疑い深いなこの人あってもいいだろうお前まだ動機が収まらないあの人がまさかそんなことを やっぱ流しとこうお <laughs> <laughs> きて紙えっ、ー、とアイコが亡くなってからすべてが変わったわアートのやり方は私には理解できませんでしたごめんなさいメモの端に震えた筆跡がある後悔はいつも遅すぎるすまない、うん

今は生放送を始めて1時間と18分ですねゲームを始めてって考えたら大体1時間ぐらいかな何これ書きかけの絵ばかりまずはこれ妻夫婦がこの実験やをにったんだ君が出て行ってからもう1週間になるさらに虹は何度でもかかる愛子が亡くなった時 そう言って君を励ましたけど俺はあの日からずっと虹を見ていない君の影響で始めた絵画ももう描けなくなったあるのは後悔ばかりだ会いたいでも会えない、まあ、参考タイムですねくまで外に出るんか けど他に何かあるわけでもないよっしゃ行こうか外あーこわ追いかけられてきそうな感じの道のりおるよ何してんすか先輩チェスチェスあ後ろ取れるなこれ <laughs> 何してんだ本当に何してんだあれ何か見つかった気がする あいついろいろとうろうろしようけどさ、結局のところ、見つかってないからまだセーフみたいな感じなんだろうか、わからんな。薬瓶タイミングよくなりやがった。あ,あ宝石だ取りたい。それ取る。それ取りたい。取らない取ってよ。えー 明らかにこれじゃん、さっきのやつって。これははめ込んだらあの鹿のところ開くんじゃないん届かんのかな使うもんないな。時計についてのメモ。被験者の間で正しい時刻についてのメモが出回っていましたので回収しました。担当者は速やかに時刻を変更してください。どこから燃えたのか知らんのが、これでは肝心の時刻がわからん。 問題ななないいんじゃないバカだな時計の長身と短身が重なる時間は一つしかないだろうが時計の長身と短身が重なる時間今すぐお前の左でよく見てみるんだ時間がいかれてない限りは6時30分に2つの範囲が重なることはないだろうぜ 動かさんのかいこれ単身だけなんか長身の方がなくなっとんかな針が一つしかないように見えるけど針探してくるんかなどっかに針はあるんかなもしかして内鍵を外したあここに繋がってる そうか、柱時計があるのはここだったな、そういや。あるって言おうとんがここだった。けど、宝石があるに取らない。宝石、これがあれなんだろ。踏み台か。踏み台を探してこいってことか。高さは足らんのかこれ。そうか。かもしれんが、さあ。 でも明らかにここでさっきの宝石をはめ込んだら開きそうやもんなあれそうか本の話もあったな本の隙間の話もうんあと探索してないところがまだあるはずだがなんか見落としてるところがあるんだろうかあここも橋の鍵で開くんかそうかそうかおおまだおるん アアルルドビアウイルス大きさはん N ミリナノミリってことかナノミリナノってなんだったっけミリメートルのさらに千分の一か形は決まっておらず多種多様発症後の致死率は99%でかいな大体死ぬんで初めてウイルスが発見されたのは1982年4月発見された南アフリカの 国名アルドビア共和国からその名前がつくられたんだ病気もアルドビア出血熱と名付けられたえっ、ー、と自然宿主の特定には至っておらずえっ、ー、とさえっ、ー、となんていうのこれ古,古今か問題となっている外来生物の流入により日本での発症も懸念されているうん人体実験って それを治すための薬作るみたいな話でもあったんかなもしかしてウイルスは感染を繰り返すうちに毒性が徐々に弱まるなぜなら宿主が絶滅してしまっては当のウイルス自身も活動できなくなってしまうからだ毒性が弱まる他にも例えばアルドビアウイルスは変異しやすく感染を繰り返すうちに症状そのものが変化することも多い、うんええー、っと ウイルスの変異アルドビア共和国でウイルスが大,、えー、と大流行した際アルドビアウイルスは体,体液感染型から空気感染型へと変異したこの変異のしやすさからも取り扱いの際は特に注意を払うべきである何ぐちゃぐちゃやってんだろう下くってんのかな美味しそうですかねあいつあるよみたら 持ってかんのかい広い広ここうん歩いてるし二色のコードどっちがおきれいみたいな話になりそうな感じがするしどっから出てきたんかタイミングよく出てきたなでもウイルスと進化ウイルスはそれ単体では繁殖できない不完全な生物だ だが、普通の生き物にはない特殊な能力を持っている。それは宿主の DNA を書き換える力と驚異的な進化速度だ。ウイルスに起こされた細胞はウイルスと外敵をみなし、排除しようとする。だがもし、だがもしも細胞とウイルスが共,同共生することがあったとしたら、完全な生物へと進化する可能性がそこに眠っているかもしれない。その可能性を持つものをたくさん呼ばれて、 唯一成功したのがお姉ちゃんそんな感じがしておりますゴーなんだこれ石板かこれちゃうな本の形をした置物なんだこれえやばー近いバイト近かったなんなんこれ 後頭部これで殴れって言うんかなあーそうかそうか隙間があったところにこれはめ込むんじゃそうじゃそうじゃそうじゃ本の置物そういう作り方ねこれでコート部殴って追いかけてこれにようにしてもいいだろうに俺にはそう思うよもういいと思うよそれでコート部ゴーンってなうん大丈夫だったんか今よしえ見つかったやばいうおおやあ だえどっからこれ長かことセーブしてない気がするえどっからこれ <laughs> ガチでどっからこれ <laughs> ガチでどっからなんこれ, <laughs> んこれ <laughs> あれ 蜂の鍵がない <laughs> <laughs> あえこれセーブだったっけ <laughs>、えー、よかった戻ってきたわで鍵をここで開けたのこれでねっ、ね、<laughs> あいつがおるんじゃそうすとりあえずこれをやばい危ない 暗いわかりにくいよなよしうわ何でわかった何でわかったお前今後ろ向いとったんちゃうんあなるほどこういう移動のしかしとったけ見つかったんじゃオッケーもういいわもうここまで来たらもう見つかってもいいわこれ <laughs> オッケー心臓死にかけてるんだがどうしましょう見てくださいよ 死んででもいいからし見てくださいよ。死んでながら見てくださいよ。なんなら。えーと、今ので、本のやつが手に入ったわけですので、本を刺すところでどこだったっけってなりますが、本を刺すところでどこだったっけってこっちか。確かこっちじゃなかったっけな。ここだ、ここだ、ここ。ここやったっけちゃうな、ここじゃないな。あれやばいな。 どこに何があったかとか全然覚えてないタイプの人間剥製かそうかここだったな入った何が起きるうわ危なこれ主人公なんでわかったんだろうこれこう動いてくるんが出なかったらこういう動き方せんかと思うのよ動き方せずにここにぶっちゃってたってしまうゲームオーバーなにこれ スイッチさっきあったな。が、どこにあったかはい俺も覚えてないんですな。まあ、私頭悪いですな。確かこっちだったような気もするけど。